はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆとまるです。本日ついに来ました、 DLC 第2弾ということで、本日は DLC 第2弾のですね、このカブカップと、プロペラカップのリスクショートカットについて、解説していきたいと思います。よろしくお願いします。こちらの動画では主に初心者の方向けのやり方でリスク&ショートカットを紹介していきます。では行きましょう。はい、ということで一コース目、カブカップの一つ目のニューヨークドリームになります。ニューヨークドリームはそんなにですねリスクショートカットの場所ございません。ちょっと適当に走って、これねステージがいい、なんせ一つ目というかもうここだけです。ここのショートカット、これ2スクいけるかなって何回かチャレンジしたんですけど、僕の腕前では2スクは厳しかったです。ちょっと2スクすると秒数だいぶ落ちちゃったんで、ここがキノコ使ってのショートカットをおすすめします。ちなみに今のところロンキもですね何個か試したんですけど、まあそこがいいのかなと。ただどこもどっこいどっこいの結果でした今のところね。また情報は出るかもしれませんが、であとはもうコースがちょっと走るとこが変わっていって、まあ、綺麗な街並みが見れるといった、いいステージになっております。いいっすよねこのステージ、景観がすごくいい、だいぶいい。2周目3周目とする中で走るところが変わっていきます。で2周目スルーしての3周目もう一回同じとこ通ります。ここまで行きたい、ここでロンキも効きます。キノコどこで使ったんだろう。で走るところが変わります。1つ目ニューヨークドリームは正直もうここぐらいしかないですね。というかカブカップ全体的に少ないと思います。カブカップ全体的に。ということで次のステージへ参りましょう。はい、ということでカブカップ第2レース目、マリオサーキット3でございます。ここはキノコをね使えば、まあ、ここもショートカットできるし、ここも、キノコさえ使えばショートカットできます。そこもできるし、いろんなとこキノコがあればどんなところだってショートカットできる。でここ曲がって、ここ2スクあります。1個ターボ貯めて乗って解放、これで2スクです。一番キノコどんなとこでもキノコ使えばこうやっていけるんだけど、こうやってねこうやってショートカットいけるんだけど、一番お得なところというのを紹介したい。キノコ1個に済むんだけど結構時間が短縮するコスパのいいショートカットの場所をちょっと紹介させてください。普通に走ってここにスクしてのここがね一番キノコ一つで済んで、早くなる場所でした。僕が走ってみての感想にはなるんですが、僕が走ってみての感想というかまあタイムでですね、あそこが一番早くなりました。あそこが一番多分ねコスパがいいショートカット方法になります。ということで、もうね長くなると思うので次のレースへ行きましょう。どうぞ。はい、ということで第3コース目ですね、任天堂64のカラカラ砂漠です。スタートしてすぐのこの赤茶から茶色になっているところにめがけてのキノコ、ここで飛んだらすぐにまたあります。ここね、ここで飛ぶ、これが一応多分王道のショートカット。これとあと進んだ先にあるこのダッシュ板、
このダッシュ板、ダッシュ板っていうのかな、飛び箱の板みたいなやつ、あれが一応もう王道の王道のショートカットということで。そしてあとこのコースね、ちょっとぶっ壊れてんすよ。ちょっとぶっ壊れてて、マジでキンキノとかあれば、なんていうの、もう下手しい周回起こりでも勝てるんじゃないかっていうぐらいのぶっ壊れが、ここマジでぶっ壊れてる。いや他もめちゃくちゃ場所あるんだけど、ここマジでぶっ壊れで、めちゃくちゃショートカットできます。めちゃくちゃできる。でこの砂漠に関してはめちゃくちゃショートカットできるとこあるんで、その時その時にあったショートカットを試してもらえればなと思います。以上です。次のレースに参りましょう。ということで、カブカップ第4コース目、ワルイージピンボールですね。ここをショートカットにすく、今ですね、DLC が出て3時間の状態では全然見つけられなかったです。ごめんなさい、ちょっとないんじゃないかなっていうぐらいありました。でぜひあったよという方はコメント欄にて教えてください。全然ね、全然僕は見つけられなかった。だから普通に走って全然見つけられない。なんかありそうなのに何もないんですよ。なんかありそうなのにね、むちゃくちゃありそうなステージなのに、もうこれでただスタート地点に戻る、そういうコースです。ってことで、もうパパッと次行っちゃいましょう。はい、ということで次はプロペラカップになります。プロペラカップのシドニーサンシャインからよろしくお願いします。ここもキノコあったらショートカット結構できるんですよ。結構できちゃうんで、おすすめの、ショートカットポイントを紹介していきたいと思います。だいぶ景観が良い、景観が良い、本当にね、この新コース全部景観が良いんです。景観が良くて、この普通に走ったらこっちかこっちかっていうルートを、ここをちょっと止まったからあれだな、やり直そう。さっきの場所、さっきちょっと止まっちゃったからうまいことできなかったんだけど、ちょっと入ってのキノコで、ちょっとジャンプ、これこのショートカットかなり早いです。これとはい、ここさっきの場所ね、さっきの場所、こう普通に走ってきたらちょっと噛んで抜こう、
これで次、まあ、普通にここら辺もキノコ余ってるなら VS で使ってもいいと思います。使ってもいいというか全然使った方がいい。ただおすすめしたいのはそこじゃなくて、ここを使っていきます。ここさっきみたいにドリフト、こっちにドリフト、右にドリフト入れながら使っていくようなイメージ。ちょっと下手だったけどこれで斜めも入れれるし、強いて言うならやっぱりこの2つが結構おすすめになってくるのかと。最後ここも行けます、最後ここも行けますんで、では次のステージ行きましょう。ってことでプロペラカップ第2コース、スノーランドでございます。ここマジで超でかいショートカットあるんで、これはマジで覚えてた方がいいです。ここです。今実演した通りコイン0枚でも全然大丈夫、まあ、ショートカットなんでね、コイン0枚でも全然大丈夫です。これは失敗例、次ちょっと失敗例やっていいですか。急いで、これ結構慣れるまでにコツがいるような気がする。失敗例でいくとこれ、さっきのが失敗例です。何が違うかというと、ここ何が違うかと言いますとね、ここで使う、あれが成功例、キノコの位置ですね。あそこぐらいで使ってください。で失敗例は逆に狙うところは2つ目の木と雪だるまの間です。それを意識してみてください。失敗例は寸前で使ってます。失敗する人は寸前で使ってる人が多いと思います。他にもいろいろテクニックあると思うんですけど、とりあえずこれ意識してやってみてください。3コースキノコキャニオン、これ初っ端にニスクあります。ここ初っ端にニスクあります。ってことで僕のやり方の場合です。出てすぐねじりドリフトです。これで完璧です。出てすぐねじるとドリフトしてジャンプするだけです。練習すればすぐにできるようになると思います。ということで皆さんもレッツトライと、それともう一つショートカットありまして、そのショートカットね、覚えてればだいぶ時間を削減できるんで、ぜひぜひ練習する価値があるものなので見ていってください。普通に走って、あ、ニスク忘れてたね、ニスクしたらよかった。普通に行って別に右でも左でもどっちでもいいです。どっちでもできます。ここからこれ飛ぶ、これめちゃくちゃ強いんで、ちょっと練習方法今から言います。一緒に練習しましょう。すぐできるようになります。練習方法です。このままさっきのショートカットの位置まで下がっていきます。
こうやって下がってこのポジションまで来て、こっからショートカットの練習します。キノコの横ぐらい通って、あのね、木のフェンスを通り越す、この練習してください。これが完璧にいけばいいでしょう。はい、ということで最後アイスビルディングです。ここのリスクは1個ですね。リスク1個、普通に走って、ここはやり方が人によって結構違うと思います。ただ一番やりやすいんじゃないかなというやり方で僕はちょっと紹介させてください。ここです。ここの次、そろそろですよ。ここでまず2段ブースト入れて放って、これがね多分一番やりやすいんじゃないかな。これのどこのアイスの段からやるかと、1個目2個目のアイスの階段どっちに着地するかの差なんですよね。で、一番最長は緑のアイスから飛べるはずなんですけど、そうすると多分ちょっと難しくなっちゃうんで、僕のおすすめはその1個奥の緑の奥の青から飛ぶこと、あの青のアイスです、青のアイスからこうやって飛ぶ、ぐっと成功率上がるんで、最初慣れないうちは絶対こっちの方がいいと思います。これで慣れて安定するようになってきたら、次緑の方から飛んで、飛べる練習をしていければなと思います。本当にこの青から飛ぶとだいぶやりやすいんで、多分びっくりするぐらいやりやすいです。ランキングアクション入れてブースト2段貯めて放ってジャンプ、これだけ、むちゃ簡単。いや、速くなってるのか怪しいけど、まあ2スクです。キノコいらないんで、まあ覚えといて損はないのかなと。はい、ということで最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。深夜で撮影でね、あんまり声が出せなかったんでちょっと聞き取りにくいところあったと思いますが、まあいち早くね新コースのショートカット&ニスクを皆様にお届けできてるんじゃないかなと思います。ということで、今現在、マリオカートの毎日配信と毎日動画投稿というものをやらせていただいております。ぜひですね、応援のチャンネル登録、高評価、拡散、コメントよろしくお願いいたします。ということで次回の動画でまたお会いいたしましょう。お疲れ様さ。